さあやってまいりましょう。手持ちのツムをすべて紹介し終えるまで終われません。続きましてはブライドラプンツェルなんですが、あれって思ったの皆さんありません？縦状にラインを積む、ラインを縦状ラインに積むを消していく、そんなつむつむなんでございますが、あれって思ったところ皆さんありません？あれってラプンツェルを特に映像作品で見たことがない人なんかはもっとあれって思うと思うんですよね。見てください、髪の色おかしくない？ってあれ、ラプンツェルって確か超綺麗な金髪じゃなかったっけって、ほう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 、あ、そんな風に消すんだ。へえ、あの何、ランタン提灯いっぱいなんかありますね。ねえ、なんかあれ金髪ですよね、あれ茶髪になってないって思いますよね。そう、なんか不思議ですよね、なんで茶髪なんだろうね。で不思議に思った方はですね、はい、ぜひ映像作品の方を見ていただけたらと思います。衝撃のクライマックスでね、その真実が明らかになるということなんですが、スーパーツッコミタイム、僕見たことないんですよラプンツェル。奥さんがねラプンツェルすごく好きで、結婚式にもあの2人が船の上で歌う曲があるんですけど、それをね結婚式で、まあ、ちょっと演出で流したりとかもしてみたんですけど、肝心のねそのラプンツェルの本編そのものを僕見たことがなかったんで、なんでラプンツェルの髪の毛が茶色なのっていうのをね疑問に思ってですね、オチだけを知っちゃうというね、ほんとやっちゃいけないことやってんすよ。オチだけを知るというもうね、いや皆さん決してやっちゃダメですよ。なんで茶色なのかっていうのはもうぜひ映像作品を見て、最後の最後まで見て、なるほどそういうことかって紐解く、それが楽しいと思いますんで、もう僕みたいなフライングをやって、なんかオチを知ったままいつか映像作品を見るんだろうなっていうことにならないようにぜひ気をつけていただけたらいいかと思います。では今回塔のラプンツェルですね、いっぱいいろんな箇所から縦状にツムを消していく、そんなスキルを持っていました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。